アナツバメは、アマツバメメアマツバメカ、アナツバメ族の総称、または、その一部。総称としての、アナツバメには、ヒマラヤアナツバメ族ラダラマスや、アナツバメ族コリケイリアなどが含まれ、洞穴内の壁に映像するものが多い。アマツバメカは、ツバメなど、スズメモクツバメ科に属する、ツバメ類と、形態や、飛翔方法が類似するが、系統学的に類縁は遠く。 修練進化によって、ニるに過ぎない。アナツバメ族は、ラダラマス、コリケイリア、ハイドリカス、シャタリナパスの、K4 族約33種からなる。ただしこのうち、シャタリナパスの種の和名には、アナツバメが入っていない。ラダラマスを置かず、コリケイリアに含めることがあり、その場合、コリケイリアを、アナツバメ族と訳し、アナツバメ族のことを、アナツバメと呼ぶことがある。 以下では特に断らない限りアナツバメ族について述べる。アナツバメの生息するタイの島全長10から15センチメートルの小型の鳥。南アジア、東南アジア、熱帯太平洋、オーストラリア北部の海岸や島に分布する。最大の生息地はボルネオの大小入道群地帯。山地、海岸にある天井の高い洞窟内で集団繁殖し、 洞窟の天井、壁面に映像する。他のアマツバメ科の鳥同様、羽毛など空中で得られるの浮遊物を飛翔しながら、集めて、素材とし、これを大気腺から分泌される、粘着質の分泌物で固めた巣を作る。この点が、類縁の遠いツバメが泥を地表で採集して、素材にするのと大きく異なる。うちジャワーナツバメエフースファゲスとオオアナツバメ。 エーマキシマス2種の巣は空中から集めた巣材をわずかしか使わず、ほとんどすべてが唾液腺の分泌物でできており、中華料理の高級食材であるエムの巣として利用される。食中性で日中に飛びながら膜種類や草種類を捉える。ラダラマスに属する種は真っ暗な洞穴内でエコロケーションをする。蝶類でエコロケーションをするのはアナツバメと 油よ高だけである。従来、ラダラマスはエコロケーションをし、コリケイリアとハイドリカスはエコロケーションをしないと考えられていたが、コビトアナツバメシートログロデューテスがエコロケーションをすることが2004年に発見され、この区別は崩れた。ありがとうございます。